地球の皆さん、こんにちは。トッキーニ氷介だよ。今回は宮崎県宮崎市清滝に来てます。そして清滝でなんか e スポーツがあるみたいなので、それを取りに行ってみたいと思います。じゃあ、あと清滝をぐるぐる回りたいと思います。ではレッツラーゴー。なんか有名な人っぽい銅像があるぞ。清滝文化会館はこんな感じ。でかい。宮崎清滝文化会館。なんかここの研修室であるみたいなので、ちょっと行ってみよう。今2階に上がってきた。こんな感じ、2階からの眺めは。なんか今日はね、ハイハイ競争みたいなのやってるから人がいっぱいいるよ。はい、ここで e スポーツやってるので、ちょっと見に行きたいと思います。テゲブラ会館だって。おお、すごい。ゲーム、これが e スポーツだ。すげえ。だいたいスケジュールはこんな感じでなってるみたい。すごいね。あ、チーム戦とかシングルとかあるんだ。あー、今は、あ、総当たり、総当たりしてる。大きい画面でもこう入れるようになってる。すげえ。皆さん頑張ってください。すごい人参加人数だな。すごい、芸能人のサインがいっぱいある。すごい、こんなに来てるよ芸能人が。すごい、かわいい絵がある。あのおまん、 e スポーツ見た後かもしれないけど、あのおまんじゅうぷよぷよに似てる。清滝文化会館さん、どうもありがとうございました。宮崎 e スポーツの皆さんも頑張ってください。じゃあ次行きます。ちょっと清滝駅に遊びに来ちゃった。はい、清滝の駅はこんな感じ。コンパクトで可愛いね。駅の中はこんな感じ、可愛いよ。こういうボールみたいなのもある。あの町、この町、笑顔でつなぐ JR で、佐渡原から宮崎行って、南宮崎行って清滝行って、清滝越えると田野になります。こんな道順。普通でした。普通でしょ。来た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 、なんていいタイミングだ。すごいすごい、ほらほら来たぞ。普通列車だ、普通列車。おーい、ウィーウィーウィー。すごい、着いた。前しかわかんないよね、どう前の車両だけ。お、出発だ、出発するぞ。2両編成だ。もう来いよ。ちなみに清滝駅のここネギ坊主さんってあるんだけど、居酒屋さんが、ここおすすめだよ。清滝駅さん、ありがとうございました。次行きます。はい、次紹介するとこは、前ショート動画のうどん屋さんあげた時に、ハッピーさんって方が紹介してくれた天正うどん。逆光で見えんかな。はい、お店はこんな感じ。こっちにも、うん、金魚がある。すごいね。あ、こっちも、あ、こっちはおらんの、うん、こっちある。うん、本当や、すごい。おー、
宮崎の有名人が来てる。うん、ね、メニューはこんな感じです。どうも。ビールも安いね。私は冷やしうどん食べました。 ありがとうございます。私は冷やしうどん頼みました。見て、冷やしうどんでこうつゆがついてるね。ザルじゃなくこうやってつゆ。匂いも香りも最高。いい匂いがするね。いい匂いするだろ。あ、いいね。美味しそう。じゃあいただきます。いいの？ちょっとそれ飲ませてもらおうね。どう？もうちょっと飲ませて。飲む？先飲んで。どう？うま。ちょっとボボン飲めた。ね、この透明、すげえ透明。あ、うま。優しい。優しいけど、あの出汁がしっかり効いてる。うま。卵はどうなの？卵は食べるの？はい。あ、氷が入ってる。あ、氷が入ってる、すごい。ただただ食べてみよう。うん、結構もちもち、切れる感じではない。うん、だから宮崎うどんとはちょっと違うけど、美味しい。美味しい。はい、エビ天です。卵が入ってる。エビもふっくら日本入ってます。香りも最高。はい、天正うどんさんありがとうございました。とっても美味しかったです。皆さんもぜひ清武に来た時はうどん食べに来てね。で、ここを紹介してくれたハッピーさん、どうもありがとうございます。また皆さんもなんかおすすめな場所があったりしたらコメントでよろしくお願いします。はい、次来たのは元気玉なんですが、今日は定休日でした。残念。あ、食べたかったんだけどな。まあ、次回また清武来ることがあったら食べたいと思います。はい、次来たとこが熊たこさん。さっきね、たこ焼き屋さんが休みだったんで、次はここのたこ焼き屋さんに行きたいと思って来たのですが、クローズになっちゃった。しかもなんか定休日は月曜火曜だって。ね、ここら辺ハンモックとかあるのね。いいね。広いところだけどね、今日は休みだから仕方ない。ね、皆さんも機会があったら来てみてください。はい、次来たのが天野屋さんです。ここはですね、お菓子とかね、アイスとかいろいろあるんで、それを食べに行きたいと思います。お店はこんな感じ。これが新発売、ね、これを買います。あと、このおはぎアイスの芋とミルセイキのキャラメルを食べます。ね、他にもこういう風にいっぱいお菓子がありますよ。買いました。これね、試食させてもらったんだけど、もちもちして美味しいよ。今からちょっとアイス来たらアイス食べます。濃厚お芋アイス、うん、これお芋だね。芋とアイス、あこアイスだけ残る、ね、よし、食べる、ね、はい、みんなで食べよう。重たい重たいよ、うん、はい、取れる、取れ、頑張れ。ありがとうございます。あ、すいません。はい、どうぞ。ありがとう。はい、今できました、うん。どう、美味しい。美味しいです。ちょっとパパも食べさせてください。ダメです。お芋食べさせて。芋。こう一緒にこう一緒に食べるといいんだ。いや、芋よ。芋とこう一緒に食べます。うん、美味しい。味がうまい。美味しい。うん、お芋も美味しい。あくもちょっとね。こんな感じで美味しいよ、お芋も。ふっくらと濃厚。濃厚。すごい濃厚。めっちゃ濃厚。アイスに負けんぐらい甘いな、この芋。芋？うん、甘い。え、違う、アイスが。アイスより甘いよ、芋の方が。あ、水な。
これがミルシェイキのキャラメルパン、うん、おサクサクだ、これ冷たいから美味しいんだよね。いただきます。うん、うん、冷たい、美味しい。おキャラメルの味がすごい、いっぱい入れてくれた。キャラメルも美味しい。食べても美味しいね。冷たキャラメル、夏もいいね。芋食べた。うん、うまい、うまい、うまいね。うまい人。うん、おー、春、手あげてる。みんな美味しいって。まあ、大丈夫です。大丈夫です。はい、食べます。はい、もらいました、大丈夫です。絶対最高。うん、ね、最高。うん、うん、うまい。おー、ミルクステーキね。うん、美味しい。フレンのチーズ、これにいろんなですね、バジルソースとか。あー、タピオカ。へえ、すいません。これがお店の一押し、オリジナル商品。すごい。おお、すごい。チーセンター、チーセンやね。チーズセンメン、チーセン。あ、これこれ。うん、すごい。世界でもここだけってことだね。オリジナルね。うん。ちょっと待って待って待って。あ、超チーズやね。うん、チーズ。うん、うまい。ちょっと待って。あ、うまいわ。あ、すいません。これ癖になるな。うまっ。チーズ当てにめちゃない。うん、お酒の当てにも最高やし、おやつにもいい。うん、ワインにも合うな、これ。そうそうそう、チーズやから。うん、うまっ。すごいね。はい、次おまんじゅうです。これうまいんだよね、もちもちして。さっき試食してもらさせてもらったよ。いいよ、食べてよ。わわわ、お柔らかいよ。ちょっと、うん、あ、もっちもち。ほら、白い方いただきます。うん、はい、食べてください。感想を教えてね。はい、食べて。ん、え、お、お、すごい、断面こんな感じ。うまい、うまい、うまいやろ。うまい、ね。うん、じゃあちょっと食べさせて。黒い方かな、じゃあ。これもちもちか、ほら、もちもち。ちょっと食べます。うん、あんこ、こっちあんこ版。うまい。あくんが好き。うん、もちもち、すごいもちもちね。うまい、ね、皆さんぜひ来た時は食べに来てね。はい、じゃあ水どうぞ。あ、すいません、すいません。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。お水飲まない。はい、お茶ももらいました。またこのお茶がうまいんですよ。子供たちはお水をもらいました。オリジナル商品これだね、すごい。ごちそうさまでした。いろいろね、こう味見とかさせてくれてね、お腹いっぱいになっちゃった。皆さんもぜひね、宮崎のお土産とか買いに来るときはぜひ来てください。でね、デザートもあるんで気軽に立ち寄ってみてください。ひょっとこじゃんけん、せーの、ティーティリリティーティリリティーティリリリリ、じゃんけんポン、パーだよー。また見てね。トッキーニひょうすけの旅、高評価、チャンネル登録よろしくねー。